はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで BOU 坊さんですね。はい、プロデビューのホビーを一つですね、まあうち一つになりますね。はい、で今日発送します。まあちょっと一つ制限にしてるんで、ちょっと今日全員いけそうです。発送までいけそうです。助かります。よいしょ。来月半ばぐらいまでちょっとかかるかなという感じですね。まあそれ過ぎちゃえばもうあと、はい、何個でもできます。まあ、ただちょっとね、あの以前と、はい、比べて、この間の製品もそうですけど、量がね、その4年前、まあどうだろうな、2017年とかそのくらいはトップスクロームとかも普通にうちだけでもう、はい、100ケースぐらい普通に入ってたんで。それが日本なくなりましたからね。で、高い値段でみんなね、購入されてたわけで、ここ数年間。うん、あ、まずサインしました。ダスティン・ハリス。彼、今日ちょっと何回か見てますね。まあでも、こういう選手のはね、活躍するっすよ。インサート分けておきますね。エロットだ。ちょっと懐かしい人いるなーって。ここにね。アレックスもいるんだ。レギュラーが届きましたらご確認ください。インサートクロームを上げていきます。だいたいパラレル3の、サインが4。で、3、4のうち、うち2つがパラレルになる可能性が高い。という感じでしょうか。まあ、ちょっと SP オートとかあるかわかりませんけどね。あ、あったあった。まずオート。ダイラン、ブレバースさん。ブラバースかな。バーバースなのかな。ちょっとわかりませんけどね。キラキラ、はい、ジュド・ファビアン君ですね。これ19175。今ね、マイナーももう秋季リーグやってますから、まあ、そこにメンバー選ばれてると、まあほぼオールスターみたいなもんですから、可能性は、はい、グッと上がるんじゃないですかね。箔がつくわけです。コネルコさん、うん、青ホイール、はい、エマニュエル・ロドリゲスさんですね。これが150ですね。これでシリアル2、サインにシリアル2ですね。お、インサートオートだ。誰？ああ、ジェット・ウィリアムス君、去年、いや、その前のボードラとかだよね。多分ね、成長してるから、どうでしょう。99シリアですね。とても丁寧ですね。ジェットと、ウィリアムスって感じでね。ちゃんとね、はい、書いてますね。よいしょ。青ホイール、あ、サインだ。はい、オースティン・ウェルズ。はい、オースティン・ウェルズ、オースティン・ウェルズ、ヤンキースだって。あ、ヤンキースだよね。ヤンキー、あ、そっか、ペイトリオッツはじゃあそのまんまか。はい、そろそろだよね、彼もね。
まあでもキャッチャーですからね、どうでしょうね、職人さんですから。これでインサートとと青も出たのか。CR あるかな。サインは読んでてるっけ。読んでたよね。あと2つ。で、ラストですね。お、ピンクだ。ジミーローレンズ。はい。最後はパラレルでバーディオですね。パドレス。はい。ん ?199 だ。で、開け終わりました。はい。まあ、多分シリアル3の34が、はい、ちゃんと出たのかなと。なかなか、これ、クオリティコントロールしっかりしますね。まあ、大体ですけどね。まあ、大体、こう、アベレージでなってるなという印象です。まあ、ノーマル3のパラレル1オートの場合もあったけど、まあ、ね。大部分、まあ、8割、9割近く、ね、4オートのうち、パラレル2枚っていう感じになってますね。まあ、ちょっと SP オートとか手帳わからないから、ひょっとしたら、ノーマルオート3枚の箱の3枚どれかが SP かもしれないし、ちょっとわかりませんけどね。はい。まあでもなんか箱としては本当アベレージがしっかりしてる、そんな印象です。うんね、これもかっこいいですね。ポツポツ出ますね、これもね、サインカード。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送いたしますので、ぜひまたチャレンジしてください。ちょっとね、2023、全部が全部入るかちょっとわからないんでね。まあ、ちょっと微妙なところなんですけど、まあ、入るときは、かなりこう、安価でな、販売しますんで。うん、ぜひ、と思います。まあ、ただどれが入るとはちょっとわかんないです、まだ。ありがとうございました。